こんにちは。今回は4回目の AI 同士の鬼ごっこです。今回用意したギミックはワープです。では行こう。マップ上に2つのワープポイントを置いています。片方のポイントに入ると、もう片方のポイントから出てくるようにしました。こっちから入ると向こうから出ます。そして、ワープしたら、その後2秒間はワープできないようにしました。なんとなくです。今回は、今までとは違い、カリキュラム学習ではなく、最初からでかいフィールドで学習させます。ルールと報酬設計はこんな感じです。サクッと説明すると、10秒以内に鬼がタッチできるかどうかで勝敗が決まり、勝敗決定時含め、マイフレーム両者には報酬が与えられ続けます。両者は報酬がたくさんもらえるように学習していきます。今画面に出ているレーザーで、周りの状況を把握、そしてワープ可能かどうかの情報も両者とも常にわかります。これらの状況でどういう行動をすれば報酬がもらえるのか、彼らに与えられた脳がどんどん更新されていきます。状況に対する行動がうまくいき、報酬がもらえれば AI はそれを学び次の機会に活かします。まあこんな感じです。今までの鬼ごっこと変わりはありませんが、初めて見る方もいると思うので、基本的な説明は毎回しています。ではこのまま学習していきましょう。両者とも足の最大速さは同じです。これが途中経過です。ワープはあまり使われておらず、鬼が勝つことがほとんどですね。自分からワープするというより、逃げる方がスレスレで待機して、鬼を不本意にワープさせようとしてるようにも見えます。たまたまかもしれませんがね。ワープしても、結局ついてきた鬼もワープしてくるので、積極的に使ってないだけかもしれません。そして、これが今回作った最終結果です。ここは、ワープ付近で小回りを利かせ、鬼を巻こうとしています。そして、見事鬼をワープさせることに成功しました。曲がり時にワープすることで、自分はワープし、鬼はワープさせずに逃げることもあります。見事、この勝利。面白いですね。急には止まれない性質を利用して、うまく鬼から逃げようとしています。ここは、マップと移動方式をうまく利用しようとして、鬼はとにかく、がむしゃらに追いかけているように、私には見えました。それでも、鬼が勝つことの方が圧倒的に多いですね。ちなみに、この学習結果で、この足の最大速さを 1.5 倍にすると、子がほぼ勝ちます。ということで、最初からこの足の最大速さを 1.5 倍にしておき、学習させてみます。学習させました。すると今度は、鬼が自らワープすることが多いように見えます。単純に追いかけても勝てないことが多かったのが原因でしょうか。わかりませんがさっきとは両者の動きが違い面白いですね。鬼が勝つことも普通にあり、子がワープすることもあります。まあただ、これは結果を見た私の解釈です。そして、さらに学習することやパラメータの変更で挙動も変わると思います。あくまでエンターテインメントとして見ていただけると嬉しいです。このステージだけだとちょっと寂しいので、おまけとして障害物も追加して学習させてみました。はい、学習結果でございます。ワープに加えて障害物もあると、両者が普通に鬼ごっこを楽しんでるように見えてきました。たとえ AI 同士とはいえ、頑張って勝負してる姿は見てるこちら側も楽しめます。ということでどうだったでしょうか？また、他にもやってほしいギミックなどあれば、どしどしコメントお待ちしております。では、今後も今回のような強化学習の動画は上げていきますので、チャンネル登録し、